はい、画面の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日はね、カクテル動画の方をやっていきたいと思います。で、今回やるカクテルなんですけど、ですね、シークワーサー、完熟のシークワーサー第2弾ですね。これを使ってカクテルの方を作っていきたいと思っております。作るのはジンベースですね、の、ジンリッキーの、ライムをね、こちらシークワーサーに変えて作っていきたいと思いますが、実はですね、先月さん、新しいアイテムを入荷しました。これですね、こいつ、こいつ、こいつ、これなんだと思います？これ、これね、ハンドジューサーって言って、まあ、ここにこう、なんて言うんだろう、柑橘を入れてギュッと絞ってここからちょっと出すっていう道具なんですけど、シークワーサーこれちっちゃいじゃないですか。なんで普通にね、スクイーザーでやろうとすると結構ことだったんですけど、これがあるとね、本当にスムーズですね。ですんで、これから例えばカボスとかスダチとかね、こういうちっちゃめな柑橘っていうのもこいつがあると色々使っていけるようになるので、もう今回ね、買ってしまいました。というわけで、今回はこいつ、ハンドジューサーを使ってこいつを絞っていく形で、人力機の方を作っていきたいと思います。で、前回ね、シークワーサーのジントニックの時には半分しか使わなかったと思うんですけど、今回はね、これまるっと1個、絞って使っていきたいと思います。で、人力機、シークワーサーの人力機ですね、レシピの方が、ジンを 30ml、 そして、炭酸ですね。で、完熟のシークワーサーがまるっと1個で、グラスはこちらタンブラーの方で作っていきたいと思います。それではね、今から作っていきたいと思います。で、このシークワーサーですね、シークワーサーは前回と同じで、よっと、こう、こういう輪切りの方向ですね、輪切りの方向に切ってあげたら、これで種の方をね、きれいに除いていきます。種残ってるとね、絞るときも邪魔ですし、なんか種特有の風味とか入るのも嫌なんで、種はね、きれいに除いてあげます。ハンドジューサー使っても結局やることはそんなに変わらないですね。で、これで種を結構きれいに除いて、よいしょ、あげたらですね、これでいいよ、グラスに氷の方を入れていきます。まあ、氷ピックで割るところもあればね、氷で割るところも、包丁で割るところもありますけど、結構手大橋は土地柄的に、なんていうんですかね、包丁で割るところが多いですね。で、その前にジンだな、ジンをまず、よ、 30ml、 よいしょですね。したらこのハンドジューサーに、よいしょ、セットしてギューっと、で、こっちにチューッと入れていきますね。よいしょ、1個分ギューッと絞ってチューッと入れる。よし、したらここで1回ぐるぐるっと混ぜてあげて、炭酸ですね。で、ワンステアで終わらせてあげる。で、この時にですね、絞った皮を1個ここにシュッと入れてあげる感じですね。はい、これで出来上がりになります。はい、それではできました。今から飲んでみたいと思います。いただきます。まずね、色ですね、普通のなんていうんだろう、人力機よりもこうシークワーサーの黄色みが出てね、色が若干黄色がかってますね。で、飲み口もね、柔らかい酸味で酸っぱいってなることもないですし、結構果実感があってね、飲みやすくて美味しいですよ。で、今回このハンドジューサー使ったんですけど、ハンドジューサーもね、結構その
思いっきり絞っちゃうと皮の苦みとかが出るかもしれないので、あの絞り具合に若干こうコツがいるというか、感覚なんですけどね、絞らないと果実は出ないけど絞りすぎると皮のえぐみも出ちゃうかもしれないので、そこら辺はねいい塩梅見つけてもらえたらなと思います。でもねすごい爽やかでとっても美味しいカクテルですよ。あのなかなかね完熟のシークワーサーとか手に入らないですけど、例えばすだちとかカボスとかみたいなものが入った時に、こういうようなね作り方をして人力とか作ってもいいと思います。すごくねまたちょっと風味の違う一味違う人力が作れると思いますので、興味のある方ねぜひねこういうちょっと別の柑橘で作っていただくとまた雰囲気が変わった、美味しいカクテル作れると思いますので、ぜひ一度作ってみてください。というわけで今回は、完熟のシークワーサーを使って作るジンベースのカクテル、完熟シークワーサーの人力の、紹介動画でございました。また次回次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価の方をしていただけるととても嬉しいです。動画制作の励みになりますので何卒よろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。